サッカークラブチューリッヒ通称、グラスホッパーズは、スイス北部、チューリッヒ州の州とチューリッヒを本拠地とする、サッカークラブチーム。1886年、イギリス人学生のトム・イーグリフィスによって設立された。ライバルは同じく、チューリッヒを本拠地とする FC チューリッヒ。スイスで、初めて開催された1897-98、スイスセリエ A での優勝を皮切りに、 2002、3年シーズンでの優勝までスイス国内最多の27回の優勝を誇る。1920年以前グラスホッパーは1886年9月1日にマンチェスターのグラマースクールからのイギリス人留学生トム・イー・グリフィスとアーサー・ジェフィンクラによって設立された。クラブは20スイスフランの寄付を利用してブラックバンド・オーバーズ FC が着用していた青と 白の色のサッカーシャツを購入した。最初の試合は同年10月にチューリッヒ高科大学のクラブと対戦し、0から0のスコアレスドローだった。クラブはスイスで初めて開催された国内リーグ1897から98スイスセリエ A で FC、チューリッヒを破り優勝したものの、この大会はスイスサッカー協会によって組織されたものではない。 非公式な大会だった。2010年代2018-19、スイススーパーリーグでは、トルステン・フィンクを新監督として招聘したが、チームは低迷。敗れれば降格が決定する、第33節 F シールツェルン戦において、0から4と、配色濃厚となった後半25分に数十人の、グラスホッパーのファンが、スタンドからフリピッチに乱入し、機動隊も動員され試合が中断した。 ファンは、ユニフォームを着る資格はないとして、選手たちにユニフォームを脱ぐように要求し、何人かの選手たちがユニフォームを渡したことで試合は、再開することなく、終了した。最終的に、再開となり、1950から51、シーズン以来となる二部降格が決定した。2020年代2019から20シーズンは、プレーオフ出場圏内の2 FC ファドゥーツと、 勝ち点差3の3位に終わった。2020年4月、グラスホッパーは、香港の企業チャンピオンユニオン HK ホールディングズ、リミテッドによる買収が成立したことを発表した。チャンピオンユニオンの会長ジェニーワンは、イングランドウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC を、所有する、また星国際の会長、各広政の妻。ウルバーハンプトンの役員だった、スカイさんが、 グラスホッパーの会長に就任し、スポーツディレクターには、ウルバーハンプトンロスカウト、ベルナール・シューテマンが就任した。2020から21シーズン、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC からレンタル加入した、レオ・ボナチーニを中心に優勝。3シーズンぶりのスーパーリーグ復帰を決めた。2021年7月1日、サンフレッチ・広島、原川部らの獲得を発表した。10 選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。